他のサイキックや霊能者と同じく、私も神秘学を学んでこられました。人に会うときには第六感でその人の特徴が浮かんできますが、確認のためには神秘学が役立ちます。アメリカ人の私の場合には、高校生の頃から西洋の星占い、数秘術、魔術及び手相を勉強してきました。このビデオにはよく使う数秘術のライフパス数字を紹介いたします。長年の相談経験から相手の性格や好みの傾向を把握するには一番手っ取り早い方法だと分かってきました。ライフパス数字の計算し方は簡単です。対象者の誕生日を西暦で並べて書きます。1980年5月2日の誕生日なら521980になります。その数字を足し算します。1たす9たす8たす0たす5たす2は25となり、2たす5は7となります。その方のライフパス数字は7になります。ライフパス数字は1から9までです。同じく1965年11月22日は1たす9たす6たす5たす1たす1たす2たす2は27となり、2たす7は9となります。その方のライフパス数字は9になります。西洋水秘術ではライフパス数字は最も重要です。その数字からその本人の性格の起点が推測できます。ライフパスの主なグループの特徴を説明いたします。1、5、7のグループ。1と5と7は知能の数字です。考える人の数字。この人たちは常に考えています。問題解決が好きで、分析が得意な特徴を持っています。彼らのエネルギーレベルは相当高いので、発散しないと困ります。運動や大自然に囲まれることは、この人たちにとっては望ましいです。248のグループ。248は集中の数字です。2の方は人助けに優れてます。助けてくれる人をすぐに紹介してくれます。4は安定感に集中する数字で、8は商売に集中します。369のグループ。369はお互いの相性の良い数字です。この数字の人はグループの中にいれば、仲良く様々なことが楽しくできます。創造的芸術には優れているので、絵描き、ダンスなどの芸術には向いてます。